もう時間ですので、終わりにですね、なんかメッセージというか、まあ、今までちょっとお話したことをちょっとまとめると、まあ、非常に主観的な旧シリーズの節度論的手法の展開っていうのをお話ししました。で、まあ、節度論的手法というのは当初はリーディングオーダー、それからネクストリーディングオーダー、それから今はネクストネクストリーディングオーダーと、まあ、どんどん精密化している。で、まあ、高エネルギーの素粒子反応にとって非常に重要な理論的枠組みである。それから標準模型の確率とそれを超えたフィジックスの探索には、まあ、強い相互作用の効果の成立の評価が必要である、まあ、そういう意味で重要性が復活していると。それから、まあ、超対称性粒子あるかどうか知りませんが、そういうものがあったときに、こういう節度論的手法がどう有効であるかということを、まあ、考えます。それからここでは一切議論しなかったですが、まあ、もちろん非節度論の話ラジキューシーでは大いにすごく発展しております、まあ、ちょっとそれは今日はここでは話せない。それから超弦理論とか、あるいは ADCFT から、例えば先ほどの構造関数といったものはどういうことを言えるかというのもいろいろ調べられて、まあ、そういうアイデアを、まあ、創出していくというのはとにかく重要であろうと、まあ、さらなる努力が必要である。しかし これなんかゲーテの言葉を取ってきました。目標に近づくほど困難は増大です。だから例えばストリングもそうだと思うんですけども、もう目標にかなり近づいてるんだけども、その最後の一歩を超えるのは非常に難しい。これ実はこれは僕が修士論文にの冒頭に書いたやつです。だからあそこの物理教室の501に行けばこれがちゃんと書いてありますので見てください。最後に若い世代の皆さん、まあ、我々団塊の世代の走りでして、我々がいることによって我々の後輩、まあ、特に 3,4 年後ろの人は非常に迷惑を被ったと言われています。つまり我々がポストを閉めてその後全然なかなか就職できなかったというような事情があります。でもこれからどんどん辞めますから、大いに希望を持って若い人も玉突きでどんどん生きると思いますので、で有名なダグラス・マッカーサーの言葉だ、オールドソルジャーネバーダイ They just fade away。 これは彼らなんか司令官を解任された時に議会で言ったんですね。まあ私もこうだと言いたいんですが、ではなくてまだ時々キャンバスに現れると思いますので、ぜひよろしく。影費の仕事をなんか、理学部の中央がやってくれるというので、それで時々出てきますので、宇宙物理教室の1階の左手に元教員室というちょっと変わった名前の部屋ができて、そこにご清聴ありがとうございました。